試合の前日にいつもハットさんにトレーニング付き合ってもらってるんですけど、でそこでもこうツータッチで運んでシュートっていうのをずっとやってたんで、このシュート打つシーンには、まあ、本当にハットさんのおかげだなと思って、ハットさんの顔が出てきました。このコントロールした時にもこういう形でシュートの練習をしてるんで、まあ、内転筋をうまく使いながらシュートするのが自分の得意のシュートパターンなんで、まあ、自然とこう縦回転になるっていう感じですね。でも本当に点取るとこれ俺が求めてるのはこれなんで、やっぱ毎試合こう点を取るモチベーションこれなんでね、このためにサッカーやってるから俺、うん、コウスケの笑顔を引き出すためにやってるからね、嬉しいよね。次行こうか。おい、でも何でもいいです入ってくれたら。おい、そういうこと言うなよ。誰でもいいっす。嬉しい、一番喜んでたじゃん。でもいいとこ転がってきたね。ラッキーだね。じゃね、次行きましょう。センターバック1枚連れ出せればいいかなって毎試合思ってるんですけど、ルキーがペナ中であんまり動くような選手じゃないんで、そこに1人入っていかないとちょっと厳しいっていうか、単純なクロスでは難しいんで、1枚釣り出せればいいなって感じですけど。これコースケが走ってくれる良さってさ、こいつも引っ張るし、あとこいつが起点利かしたらこうちょっと戻るじゃん、したら告白じゃん。だから選択肢俺としてはすごい広がるんだよね。後ろ、横、もう一個奥、選択肢をここで作ってくれるってことはすごくやりやすいんですよね。かつこいつもちょっと聞かなかったらもうコウスケそのままいけるし、逆に出てこなくてもね、うん、もうついてくるから、うん、やっと3からひろきくんみたいな、うん、ここね、うん、開くよね。でそれこそこの動きがあったから、そのクロスのところでもここが開いたよね。ちょっと引っ張られてるからだ、ここ見えなくなってくんだよね、動きが入ると。これはすごいナイスランですよね。褒めすぎ、ちょっと、いや怪我しとくあ、でも後ろはしんどいと思うんですけどね、リスクはだいぶあるんで、うん、でもやっとさんと組んで、ヤットさんは結構僕が上がっても結構一緒に上がってくる感じなんで、こうボール持ってればいいでしょうみたいな多分感じなんで、うん、失わなければいいでしょうみたいな、うん、結構そこから得たものは結構ありますけどね。でも結構その2人の意識が前がかりになってくれるから、俺らシャドウってすごいやりやすいなって思います。やっぱ前向ける2人なんで、そのタイミングが前向けないってなると結構俺らのところもプレス来てハマってくシーンってすごく多いんですけど、そこがあるから攻撃できるようなもんなんで、すごく助かってますね。これいけたね。いやこれでもこの時間でちょっと止めなよ、やりな。この後で、あの大事なの豚追いしたやつ。あ、その後ね、追ってたよね、あれいらなかった。いやいや、あれ結構大事よ。絶対取れないだろうって。いやでもさ、取れなくてもあれ言ってくれるといいよね。位置的にボランチの選手がここまで出て、かつその後追ったら、それはチームとしてもすごい楽だよね。これちなみにどこ狙ったんですか。これまたバタすか、やっぱ。またってても本当ギリギリ、自分の中ではギリギリだった。うん。でも見た感じいけそうな感じがある。うん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 。キーパー出てこなかった。全然。確かに。あと後期のパスもちょっと愛情なかった。愛情ないねこれね。次もしっかりと勝って。
勝ち続けて、まあ、1試合でもこぼさないようにチームとして戦っていきたいと思います。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。ストップすみません、痛いのちょっと戻るね。戻し OK 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 多分、うん、今ね、多分このシーンがヤットさんがつまずいたシーンなんですけど、これで多分ショートやめたね。あ、なるほどね。ショートするつもりやったけど、多分段差でね。うん、なるほど、なるほど。ストップ、これ俺のこと見てる見てない、うん、え、こういう解説じゃないこういうんじゃない。